では、次のご発表に移らせていただきます。次のご発表は、COVID-19 と情報拡散というタイトルで、東京大学の鳥海先生、お願いいたします。それでは、私の方から COVID-19 と情報拡散ということでお話ししたいと思います。で、私は東京大学の方で、システム創生学専攻というところにおりまして、主に計算社会科学という分野の研究を現在行っております。先日ですね、水野、あの、だ、初っ端の、発表された水野先生と一緒にですね、こういった計算社会学入門といったような本を書いたりしてますので、ご興味ある方はご覧いただければと思います。はい。で、今日の話なんですけれども、コロナに関する情報拡散ですね、コロナと関係するようなものですかね、情報がどう拡散していったのかというのをこう見ていこうということで、先ほどの宇野先生の話とちょっと近いところはあるかもしれませんけれども、私の方はどちらかというと、情報がどう拡散したのかというところに注目を置いてお話ししていければというふうに思います。で、特にですね、最近話題になっているのは、やはりフェイクニュースの話ですとか、インフォデミックの話というのが結構ありまして、要は特にソーシャルメディア上での情報拡散について、ここでは考えておりますけれども、ソーシャルメディア上の情報っていうのは、どうもこう、なんか怪しいぞと、フェイクニュースとかインフォデミック、こういった問題が多々あるぞという話ですとか、あとはですね、こうエコーチェンバーとか、そういったものがあって、こう意見の対立とかが激しくなる、意見の極化が引き起こされるとかですね、そういった問題点というのが結構指摘されていて、その上で、逆にこう専門知みたいなものがなかなか広まらないよねみたいな話があったりします。で、というところでですね、今回はこの、いくつかの事例を見ながらですね、ソーシャルメディア上での情報拡散というのが社会にとって有益なのかというところをちょっと見ていきたいなという研究を行ってまして、それについてご報告したいと思います。まず、インフォデミックについて、皆さんもご存知かと思いますけれども、ネットで噂とかデマを含めて大量の情報が氾濫して、現実社会にですね、影響を及ぼしているということで、情報が疫病のようにこう伝染していくことを、インフォデミックと呼んでいて、コロナが流行り始めたときにですね、もうすでにインフォデミックにも注意しましょうというようなことが言われていました。こういったものもですね、現在社会において、情報が多すぎるということが問題の一つなのかなというふうには思われます。今までは人間はなかなか情報というのは手に入れられなかったので、情報をこうどちらかというとこう求める傾向にあるんですけれども、今の時代は逆にこう情報が多すぎちゃって、得ようと思えばいくらでも得られるんだけれども、今度は逆にですね、全部得られないので取捨選択しなきゃいけないと、取捨選択するのが難しいというのが、こういったインフォデミックを引き起こす原因の一つなのかなというふうに思います。実際、コロナに関してですね、結構いろんなデマがやはり飛び交っておりまして、これは比較的初期のデマをこちらではご紹介してますけれども、お湯飲むだけで予防に効果があるとかですね、納豆とかニンニクを食べると予防に効果があるとか、こういった話が出ています。ちなみに納豆とかニンニク食べると、多分なんですけれども、結構こうね、口臭が気になって自動的にソーシャルディスタンスを取るようになって、意外と効果あるんじゃないか、予防効果あるんじゃないかって、若干しないでもないですけれども、一応食べることによっての効果は多分ないということになります。また、それ以外にでもですね、中国の研究所で作られた生物兵器であるとか、こういったようなデマというのが結構出てきました。この辺結構、こういったデマっていうのでも難しいところもあって、結構初期の、去年ぐらいまでですと、武漢の研究所から流出したっていうことも、デマだろうというふうに言われていましたけれども、それが武漢の研究所から流出したっていうのはフェイクニュースだというふうに言われてたりもしたんですけど、最近になってちょっと様子が変わってきて、どうも流出した可能性もないわけじゃないんじゃないかということで、フェイクニュースだって言ってたのも、どうも本当ではないんじゃないかっていうような、ちょっと二重構造が出てきたりして、なかなか難しいところがあります。はい。ということでですね、こういったデマ大量に出てるんで、やはりこうソーシャルメディア上の情報拡散結構厳しいよねといったところが見えてくるかなと思います。ところがですね、実際こう我々はそのソーシャルメディア上の情報ってどういうふうに扱ってるのかということを見てみます。これは総務省の調査報告書から持ってきたものなんですけれども、こう情報とかニュースを見聞きした情報媒体としてはですね、こう SNS っていうのは、20代、20代の方々は半分以上、50%以上ですね、こういったソーシャルメディアから情報を見聞きしているよというのが出ています。30代でも35%、40代、50代でも25%ぐらいは見てるよと。一方でですね、じゃあこれ信用してますかっていうと、
10代、20代でも 10% ちょいぐらいなんですね。で、30代以上になるとこのSNS をそもそも信用しているという人が 10% 切ると、いうことなんで、まあ、そもそもこれ情報源として活用はある程度されているけれども、あまり信用はしてないよということでですね、まあ、そもそもこれ、ちゃんとフェイク混じってるよねということを、まあ、前提として、まあ、一応こう皆さん見ているよというのが、あったりします。ところが、まあ、こういった気をつけてはいてもなかなか気をつけきれないということで、まあ、先ほど小野先生がちらっとお話しされましたけれども、こうトイレットペーパーのデマの話ですね、まあ、こういったものっていうのは、まあ、結構大きな社会問題になりました。でこれ、まあ、デマ自体が広まったわけではないということでですね、実際これデータとしてその売上指数というのともこう比較してみたりもしているんですけれども、こうデマと売上の関係っていうのをこう見てみると、明らかにこうデマが広まっていくタイミング、まあ、要は、まあ、これ本当数は少ないんですけれども、これが広まっていくタイミングと売上指数が広まるタイミングっていうのはちょっとずれてると。で一方でこれデマがデマだよと、トイレットペーパーなくならないよという訂正情報がこう広まるタイミングと、この売上指数の伸びるタイミングというのが一致しているということが分かっておりますので、実際にはだから、おそらくこの訂正情報というのに、まあ、人々はまあ踊らされていたということですね。まあ、だからフェイクニュースが問題を引き起こすのか、フェイクニュースの訂正が引き起こすのかというのが、まあかなり難しいところですけれども、まあ、そういう意味ではこう情報の信頼性というのがここで問われるわけです。一方ですね、こうエコーチェンバーという現象もソーシャルメディア上ではよく知られていまして、まあ、要は、類似した考えとのみ我々はどうしても接触しがちであると、まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、情報量多すぎて今の時代はですね、なかなか全ての情報を取るわけにはいかないので、どうすればいいんだろうということで、まあ、ある程度示唆選択するんですけども、その結果ですね、自分の好みの、ものをどうしても取りがちであって、そういった関係性っていうのを作っていくことによって、今度はですね、周りにいる人は自分の好みの意見しか言わなくなってくるというような状況が起きます。でこれによって確信の増幅というのが発生すると。でさらに、まあそういった中に一人だけなんか別の意見を持ってたりすると、なかなかこれが、そういった意見を大声で言うことができないというような、状況が発生したりして、まあ、結果として、一方向の意見しか聞けなくなると、いうことが、まあ、起きたりするわけです。まあね、最近だとオリンピックもやりそうな勢いが出てきましたけど、ちょっと前だとね、オリンピック開催賛成とか言うとね、みんなに袋叩きに合いそうで、ちょっと、怖い雰囲気も、あったかなという気がしますけれども、はい、まあ、だその頃は、実際見てみる、データ見てみても、あんまりオリンピック賛成というのは、見えてきていないというのがあったりします。でこういったものが問題になるのがワクチンの話なんかだと結構問題になっていて、ワクチンの情報っていうのをこう、これはワクチンに関するツイートですねというのをこう分類した結果になります。こちらは先生のやり方とは違って、言語情報を一切使わないで、このツイートをリツイートしているユーザー情報のみを使ってこう分類してみたものなんですけども、まあ、こんな感じに大きく3つにツイートが分かれまして、ワクチンに関する関連情報ですねというのと、まあ、ワクチン政策に対する批判の情報ですね、まあ、ツイート と、反ワクチンですね、ワクチンを打つとこんだけ死ぬみたいな、そういう情報っていう、こう3つに大きく分かれてきて、でそれぞれがですね、これユーザーベースでクラスタリングしてるんですけども、同じような人たちがこういったものをまあ見ているというような現象というのが起きているということが分かります。でまあこういったなんかあまり良くないよねっていう情報ばっかりだとちょっとあれなんで、まあ、ソーシャルメディアも結構時には役に立つんだよという話も一つ出しておきますと、こう変異株変異種という言葉の話があります。これ変異種という言葉がずっと使われていたんですけれども、インド型とかイギリス型、まあ、今こういう言わないでアルファ型とかベータ型というらしいですけれども、こういった変異株です、ね、について変異種と言っていたのが、まあ、これは正しくないよということで、まあ、日本感染症学会が声明出したりしています。でこれをですね、ツイッター上でこういった変異種変異株というのがどのぐらい使われていたのか見てみるとですね、まあ、これだとちょっと分かりづらいんで、割合で見てみると、こう最初変異種っていう言葉しかみんな使ってなかったんですけれども、まあ去年の12月ぐらいからですね、こう変異株が出てきた頃ですね。からですね、だんだんこの変異種っていうのが減ってきて、変異株っていうのがこうだんだん増えているというのがデータから見て取れています。で、まあツイッター上だと、まあ大体こう変異株っていうのがまあ半分以上になるというようなことが起きています。で、これがちょっと興味深いのが、これ、ですね、上側がニュースで
新聞等のニュース記事ですね、ネット上にあるニュース記事だと、変異種、変異株どのぐらいの割合で、下側はツイッターだとどのぐらいの割合かっていうのをこう示しているんですけれども、これ見ていただくと、分かるんですけれども、実はツイッターの方上の方が早くこの変異種という言葉を使わなくなっているんですね。変異株、変異ウイルスという言葉を、使うようになっているということが分かっています。でじゃあこれなんで起きたんだろうっていうのを見てみると、実はきっかけとなる、ツイートっていうのがいくつか存在していることが分かっていまして、まあ、これあのいずれもですね、こう、まあ、医師とか、まあ、そういった割と専門的な、人が、ツイートしているものがこういくつか確認されていまして、でこれが結構効いているんですね。で、実際このツイートをリツイートした人とリツイートしていない人っていうので、こう比較してみると、リツイートした人っていうのは、リツイート前は変異種っていう言葉を結構使ってたのが、変異株っていうのを使うように一気にシフトしていると。で、一方、これをリツイートしてない人たちはそこまで大きな変化がないということが分かって、実はその SNS 上の専門知というのは、ある程度まあ効果的であるということがまあ分かりましたということでですね、まあ、こう SNS 上の情報の拡散っていうのをこう見てあげることによって、まあ、まあ、時にはこう、まあ、フェイクニュースが出たりですね、意見の対立構造が生まれたりする負の側面もある一方で、意外と専門知がきちんと広がるという側面もあるということですね。まあ、この辺の違いっていうのを今後きちんと分析していくことによって、まあ、専門知の浸透に向けてこういった情報拡散をうまく使う方法っていうのについて考えていくことができればなということを考えて、まあ、今後の研究と、に研究していく予定でいます。はい、ということで以上で私の方からは報告を終わりたいと思います。ありがとうございました。